おかえり二宮こぜです。今回はじゃ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 ーん、この春夏に大活躍してくれること間違いない。私がティティベイトさんで選んだ大人がかっこよく、そしてさらりと着られちゃうセットアップアイテムをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するアイテムは全て簡単に大人のワントーンコーデが仕上がる上に、シンプルで着回しも自由自在なアイテムばかり。そして期間限定のクーポンを使えば、どのセットアップアイテムも上下合わせて5000円以下のものから高くても6000円ちょっとまで超お得に買えちゃうので、ぜひぜひ最後までチェックしてみてね。それでは行ってみましょう。グッ！まず今回ご紹介するセットアップは3パターンあります。それぞれの色違いもしっかりとお見せしていきますよ。それではまず一つ目、こちらです。トップスはリネン紺バンドカラーフレンチスリーブシャツ、そしてボトムスはリネン紺フレアロングスカートのセットアップです。上下ともにカラーはベージュ、サイズは S サイズで、素材は綿が 70%、 麻が 30% となっております。まずはトップスからご紹介していきましょう。ウエストインしていない状態だとこのくらいの丈です。そしてスカートがしっかりくるぶしが隠れるくらいの巻き仕丈なので、セットアップで着用するときは小柄さんはやっぱりウエストはインしてあげた方がメリハリが出るのでおすすめです。なんといってもこのフレンチスリーブ、これがね、私たちアラフォーが上半身で特に気になるところ。ほら、どこでしたっけ？そう、二の腕。フレンチスリーブは袖付けの切り替えがなくて、身頃からそのまま続く袖。これが肩先をふんわり覆ってくれる長さも絶妙で、華奢見えさせてくれるポイントです。身頃もゆったりめに作られているから、ウエストインした時に適度にウエスト部分に余裕を持たせられて、こなれ感が作れちゃいますね。L サイズまでの3サイズ展開となっているので、身長やバストのサイズに合わせて選べますよ。さあ、次はスカートを詳しくご紹介していきましょう。と、行きたいところですが、ここで色違いにお着替えです。じゃん！カラーをナチュラルにしてみました。サイズは同じく上下ともに S サイズを着用しております。これすごく素敵なカラーでしょ？春夏に一押ししたいカラーです。ということで今度はスカートのご紹介をしましょうね。トップスと同じくこちらも S から L の3サイズ展開で、私は153センチの40キロで S サイズを着用しております。ウエストは結構ジャストサイズです。裾はしっかり、そしてたっぷりと広がるフレアシルエットなんだけど、ウエスト周りがちゃんとフィットしてくれる作りなのがスタイルアップしてくれるポイントで、とにかくとっても品があって大人にはもってこいの1枚だと思います。ただね、気になるのは透け感だよね。さっき履いてたベージュを裏返しにしてみました。ちょうどね、膝のあたりまでペチコートがついています。なのでね、こう下着がまるっと透けちゃうってことはないと思うんだけど、選ぶカラーによって同じ素材や生地でも多少の透け感の差はあると思います。なので気になる方は下着をモカやベージュ系にしてあげるとか、今はパンツタイプのペチコートなんかもあるので、しっかりと対策をしてあげると問題ないかと思います。ここはやっぱり大人の女性のマナーよね。そしてベージュナチュラルとベーシックなカラーからご紹介してきましたが、実はもう一色おすすめしたいのがこちら。じゃん！せっかくの春夏なんだから、やっぱりカラーもの着たいっていう方、こちらのカラーはいかがでしょうか。ライトグリーンです。一見ベーシックな色味のものと比べてしまうと派手かなって思うかもしれないけど、いやそんなことないから大丈夫大丈夫。プチプラのカラーアイテムって割と、ちょっとこの色味品がないなっていうことない？でもね、これは生地の質感、カラーのニュアンスもバッチリ高見えするアイテムなので、なかなかカラーアイテムに手が出せないっていうアラフォーの皆さん、ぜひこの春夏はこんな感じでトライしてみませんか。あ、大事なことを言い忘れてました。リネンが入ってるってことはシワが気になる方いますよね。リネン 100% じゃなくて綿が 70% 入ってるので、さらっとした肌触りだし、私もそんなにシワは気になりません。気になるのは私の目尻だけ。
さてもう一つティチベイトさんで私が選んだセットアップはこちらです。トップスがリネンライク裾スリットブラウスプルオーバー、そしてボトムスがリネンライクテーパーのパンツです。カラーはライトブラウン、どちらも S サイズ着用です。トップスは4サイズ展開、ボトムスは3サイズ展開です。パンツは丈が短めに作られているからお直ししなくて履けています。センタープレスも入っているからきちんと感もあって、なおかつスタイルアップにもつながるし、そしてオフィス使いもできちゃうよね。腰周りは少しゆとりのあるシルエットなんだけど、ウエストはジャストサイズなのでもたっと見えてしまうことはないし、トップスをウエストインした時にもとっても綺麗に履けます。股上が深くてハイウエストに履けるのも嬉しいポイント。トップスはウエストインをしないとこんな感じの丈感シルエットです。もともと身幅もゆったりめに作られているんだけど、後ろにタックも入ってます。裾は前後で丈感に差があるから、インした時のウエスト周りも、そしてアウトしてきた時にもバランスよく着られる1枚です。横から見た肩から背中にかけてのラインがとっても綺麗でしょ。このゆとりがさらっとただ着るだけでこなれて見せてくれるよね。ただ二の腕周りを出すのに抵抗があるって人はカーディガンやニットなんかをさっと肩掛けしてあげるだけでも OK。必殺二の腕隠し。素材は上下ともにリネンライクということで、リネンは入っていないんです。見た目はリネンのような質感がありつつも、リネン特有のカサカサっとした感じはありません。でですね、ボトムスをスカートに変えちゃうこともできるんです。じゃじゃん。トップスは先ほどと同じ、カラーは色違いのサンドベージュにチェンジしてみました。そしてボトムスはリネンライクラップ A ラインリボン付きスカートにチェンジしてみました。素材はもちろんトップスやパンツと同じくリネンライクということで、ポリエステル 100% の生地、リネンのナチュラルな雰囲気を出しつつさらっと着られる1枚です。このスカートは4サイズ展開となっており、 XS サイズから L サイズまであって、私は S サイズを着用しています。ウエストは後ろだけゴムになっています。ラップスカートのように見えるんだけど、実はね、あら失礼、なんとなんと繋がってるんです。だから歩いた時に生地がはだけて足が見えちゃうってこともないから安心だし、バッグの裾にはスリットが入っているので後ろ姿のやぼったさもありません。そしてこのウエストのリボンは取り外しができちゃうんです。ただ小原さんの場合はトップスをアウトにしてダラッと着ちゃうとバランスが取りづらいよね。そんな時はただスカートにインをするだけじゃなく、こちら先ほど外したリボンをですね、こんな風にトップスの上から結んでハイウエストに見せるアレンジがおすすめです。もちろんこれを外して手持ちのベルトと合わせても表情がグッと変わるよ。先にパンツと合わせてご紹介したライトブラウンのスカートもゲットしています。そしてスカートと合わせてご紹介したサンドベージュのパンツもゲットしています。こんな風にトップスは1枚でも、スカート、パンツと自分の好みや用途で選ぶのもよし。3点セットで揃えちゃって、オフィスにはパンツ、そして休日にはスカート、なんていう着回しもできちゃうよね。そして私はリネンライク裾スリットブラウスプルオーバーのアイボリーと、リネンライクテーパードパンツのブラックもゲットしています。アイボリーはトップスのみ、そしてブラックはパンツのみの展開なので、同じカラー同士でのセットアップはできないんだけど、こんな風に上下別のカラーで合わせたってもちろん OK。 あんまりナチュラルなカラーは好まないって人にもおすすめだし、ブラックの綺麗めパンツは季節問わずやっぱり必須じゃない。オンにもオフにも活躍してくれるシーンが多いから、1本持っておいて損はないかと思います。ということで大きく分けて2パターン、そしてボトムスの種類を変えて3パターンのおすすめセットアップをご紹介してきましたが、それぞれ上下別々で購入できるアイテムばかり、他の手持ちのアイテムと組み合わせたりしても着回しが存分に楽しめます。今回はボトムスの方を着回す形で、この春私が着たいコーデを一気にご紹介していきます。まずはリネンコンフレアロングスカートの着回しです。上下同じカラーで合わせていたリネンコンバンドカラーフレンチスリーブシャツをあえて別々のカラーで組み合わせたパターン。上下のカラーは別々でも素材は揃っているので統一感は損なわれないし、こうやって組み合わせが変えられるだけで飽きが来ないよね。そして手持ちのアイテムとそれぞれ合わせてみました。ニットに合わせて抜け感のある大人コーデにまとめるのもよし。
スウェットと合わせて適度なカジュアル感をプラスするのもよし、プリントティーで遊び心を足してあげるのもよし、スカートが上品なシルエットなのでラフになりすぎることがないから大人の着回しコーデの軸になってくれる1枚です。次はリネンライクテーパードパンツをそれぞれ着回してみました。ライトブラウンは生地のナチュラルな風合いを生かして春夏らしいラフなイメージに、サンドベージュは大人っぽいカラーに合わせてユニクロのメンズのニットを少しゆるっと合わせてみました。ブラックはスタンドカラーのシャツにヒールを合わせてあげればきれいめコーデの出来上がり。お次はリネンライクラップ A ラインリボン付きスカート。このスカートはとっても大人な雰囲気の1枚なので、あえてどちらも T シャツを合わせてみました。締め色にどちらもブラックを配置していますが、スカートの質感や素材感から出る軽やかさをブラックを足したことによって潰してしまわないように、抜け感はきっちり計算して入れるのがポイントです。もちろんトップスもシンプルなデザインなものばかりなので、手持ちのアイテムと合わせてたくさん着回しができます。ということで今回はティティメイトさんのセットアップアイテムをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。今回ご紹介したアイテムだけじゃなく、ティティメイトさんには私たちアラフォーでも無理なく取り入れられる大人コーデにもってこいなプチプラアイテムがたくさん揃っていたので、ぜひこの機会にチェックしてみてね。今回一番びっくりしたことは、どのアイテムもシルエットが綺麗だったこと。プチプラとは思えないクオリティのものばかりで、この春夏も私もたくさん愛用していきたいと思います。今日ご紹介したアイテムは全部お気に入りなんだけど、その中で今回の私のベストワンを選ぶとすると、こちらのナチュラルでした。顔写りもいいし、品よく軽やかに着こなせるからお気に入りのカラーのセットアップです。皆さんはどれが一番気になったかしら。よかったらコメント欄で教えてね。そして概要欄にクーポンを貼っておきますので、気になるアイテムはぜひお得にゲットしちゃってね。それでは今日も最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録通知設定をしていってちょうどいいな。二宮梢がお送りしました。今日も明日も元気にいってらっしゃい。またねー。